んですけども耳がちょっと横向いてて何の動物かなって感じなんですけど、ちょっとフードかぶってみました。はい、今日の企画は私のポーチの中身紹介です。イエーイ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 。じゃあまず私のポーチはこんな感じです。じゃじゃん、でーん、顔にしようダメだフランフランで買いました。ちょっと顔に惹かれて買っちゃいました。はい、中身紹介していきます。マスクグレーと白が入ってて、まあいつでも使えるようにみたいな感じでちょっとこうやって入れてあります。はい、次メイク落としのシートが入ってます。そしてこれ、これはですねメイクの上からリフレッシュシートといって、皮脂と一緒に落ちる化粧とかをそれだけ取ってくれる。これはですねグッグッてこするじゃなくてちょっとスッて押さえるようにして使います。あとこれはバンドエイドです。このケース100均です。まあティッシュティッシュ、あ、これフィディさんからお土産でもらったハンドクリーム、いろんなところから出てきます。私常に持ち歩いてます。これはつけよう。最近ちょっとね冬は乾燥しがちなのでね、皆さん保湿をしっかりこれマスカットに本当にいい匂いするんです。どうですか、いい匂いしますか。次ワックス、これは髪の毛留める用のこうやってシャシャってワックスです。次カラコンです。これじゃん、私が今つけてます。これ愛用してるリンダブラウンワンデーです。そしてこれの装着液メンソレーダ。次これ、これはアメです。あのボーカルの先生からいただいた喉にすっごいいいアメで、大事な日の前とかあとちょっと喉あーって時にこれ舐めます。次10色ボールペン、あとくし、ちっちゃい、タラタラタラ、これはあの万が一やばくし忘れたって時にポーチにこの1個ちっちゃいのが入ってると救急対応じゃないですけどいざという時に活躍してくれます。あとこれキーホルダーみたいになっててカバンとかでもつけれるんじゃないですか。最後付箋類、これですね雲、よーく見たら雲なんですよ。ちょっと曇り気味の雲かな。これは次最後でーん、付箋、これめっちゃ可愛くないですか。アインシュタインの付箋です。この吹き出しのところにいろいろかけて見てください。これ他にも種類があってベートーベンもいました。ベートーベンとあとモナリザ、あれムンクだっけな、なんかいました。はい、以上です。私のポーチの中身でした。パチパチ、なんかピティさん気になるものありました。付箋とペンを持ち歩いてるの。はい、えらいね。本当ですか、うん、なんかなんかあれ大事なことがあった時とかいざという時ですよ。多分あんまり使わないんですけど、うん、早急にメモりたいとかなんかそういう時に結構。あとこれ見てください、このやばい落ちそうやばい、お尻が上がって落ちそうだ。よいしょ、黄緑あるじゃないですか、うん、結構可愛い色ですよね、うん、これあのこれ実際に描くと見てください、結構深いんですよ結構緑、結構深い緑だったんですよ。あとはお絵描きタイムみたいになってあ、ピンク可愛いですね。めっちゃ便利だね。便利なんですよ、ね、茶色とかあんま使わないんですけど、まあ、クマ描くときとか、あーちょっと描いてみますでも私多分絵心ないんですよ。クマってヒゲなかったですよね。そういえばクマヒゲあるっけな、ネズミみたいになってました。あっ、なになに、クマ描き方分かりました。え、どうですか、クマっぽくなりましたよ。クマっぽくなった、クマっぽい、クマっぽい、なんか鼻の下長いけどやっぱそのミニクシエはどこで買ったんですか。これは、あ、これも東急ハンズです。東急ハンズ御用達ですね東急ハンズ様々です。様々、ちっちゃった、ちっちゃった、あーこれも東急ハンズですちょっと最後にもう一回リベンジ
できてますか？絶対顔変ですよね。はい、以上で私のポーチの中身紹介終わります。ぜひ皆さん参考にしてみてください。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。